今回のテーマは夏の過ごし方。浪人生にとっては夏休みも何も毎日が休みなんですけど、まあ、とりあえず、夏期講習と言われるような、夏の過ごし方、これについて話をするとともに、 SNS を全て消すべきか、この話をしてみたいと思います。まずですね、一般的にちょっと話してみたいんですけど、浪人生の皆さんね、浪人生の皆さんね、今もし SNS をやってて、例えばインスタとかね、TikTok とか、まあ、Twitter でも何でもいいんですけど、なんかやってるとするじゃないですか、ね、で浪人生の方ですよ、浪人生の方、この今この配信されてるこの時期にね、同級生がですね大学生になってるとしますね。で、まあ、自分は浪人してるわけですよね。まあインスタとかをこう開いているんですね。そうするとなんかストーリーにこういろんな流れてくるわけですよ。楽しそうな場面がいっぱい流れてくるわけですね。もし二十歳を超えてれば、ね、飲み会の楽しそうなね、乾杯してる写真とかね、こう流れてくるんですね。僕たちは永遠の友達だみたいな感じのわけのわかんない、ね、ストーリーが流れてくるわけですね。そうするとイラ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 するんですね。人が勉強してる時にね、去年まで同級生だったやつが、そしてじゃあ実際受かっていったところで、その同級生に対しては先輩と呼ばなければいけないのかというわけのわかんないね考えにいたり、だん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 イライラしてきてね、これはやっぱり見るべきじゃないなと思って消したりするとね、消すっていうのはそのもうそもそもその SNS をやらないという結論になったりするということもまああると思うんですけど、まあちょっと順番にいきましょう。今日はね、夏の過ごし方です。はい、夏にどうしてほしいかの結論をバシッと言います。8月の30日前後に模擬試験があります。どの予備校とは言いませんが、大手予備校の予備試験、模擬試験が、まあ、8月の30日前後にあります。で、皆さんは、その8月の30日に向けて、30日かどうかは分かりませんよ。時期的には大体そこにあるんです。大体。ね。イメージね。じゃあ、7月、8月ってこうなっていった時に、一回、その模擬試験に向けて、自分の勉強を進めてみて、この模擬試験が一回本番だと思って、そこに向けてちょっと、勉強を進めてみてください。そこに間に合うように、つまり例えば単語だったら、この日までに単語全部終わらして抜けないで、もうこの日が本番なの、この模擬試験のためにやってみてっていうことを言うとね、大概こう反論が来て、何言ってんですか、受験勉強は模擬試験のために勉強してるわけじゃないんですね、っていう人がいるんですよ。もしくは模擬試験見てみましたとね、記述模試 と、マーク模試があるんですけど、まあ、マーク模試は共通テストに準じているので、まあ、記述模試を見たとして ね、いや英作文がこんなに合うじゃないですか、自分が受けるところに英作文なんか出ませんとかね、まあ、いろんなことを言う人がいるんですよ、ね、でもさ、まあ、ちょっとそれ一回ちょっと置いといてさ、英作文文章を書けないような人が受かるとは思わないよね。全部試験がマークだとしても、正しい英語が書けない人が、ね、英語を読めるかっつったら読めないので、基本的にはその論点はちょっとおかしいんですけど、まあ置いといて。ね。模試のために勉強してるわけじゃないんです。ね。模試で A 判定取ったところで、ね。そんなところでね、実際に落ちたら意味がないじゃないですかって思ったあなた。違いますよ。全然違いますよ。今からそれを説明します。模擬試験って申し訳ないけど、大学の先生よりもプロの人が作ってますよね。わかります?これちょっと名前言えないんですけど、大学の先生で入試に関わってる先生、何人か知り合いなんで、まあ、作ってる話をこういろいろするんですけど、ね、どうやって作ってるみたいな話するんですけど、あんまりよくわかってないよね。大学の先生だよ。大学の先生で入試問題作るときに、どっから入試問題作ってるかって話で、一応内緒ね。内緒ね。問題集から、これ問題良さそうじゃねと思って、でトムって書いてるのジムに変えて、ね、でバスケットボールベースボールに変えて読んで載せたりしてるんですよ。結構、いや全部の大学じゃないですよ、ね、だからまあ置いといてそれは ね。でいいですか、大手予備校の模擬試験の話ね、プロの人がいい問題ばっかりを集めた問題集よりもいいものを模擬試験として作ってるんですよ。めちゃめちゃポイントついてますよ。こういう感じ。本当の入試問題って取り問と捨て問があるの。これ誰が解いてもできないんじゃねって問題が必ず入ってるんですよ、ね、だけどもちろん8割ぐらいは取れる問題で、そういう構成されてるんですけど、模擬試験っていうのは全部きちんと解けるよ ね、全部そのあなたが勉強してる範囲だよねっていう風に練りに練って、一人で作ってるわけじゃないからね、練りに練って一生懸命こうでもないああでもないって言ってお金をかけて完成させている最高の参考書の5ページ分ぐらいなんですよ、模擬試験って。だから
それに向けて勉強すること何も悪いことないし、プラスしかない。もっと言うと、なんならこれやってもいいと思うよ。8月30日の模擬試験の去年の過去問とかを手に入れて、実は手に入るんですけど、ね。で、手に入れて、それ練習してみたら過去問練習になるじゃん、ほら。ね？模擬試験の過去問練習してどうするんですかと思ったあなたはね、本当に分かってないね。ね？去年の模擬試験も相当練りに練って作られたいい問題しかないんですよ。いい問題の練習したら力つくに作りませんじゃないですか。ね？じゃあ話戻します。8月にやることは何かって言われたら、人によって違うっていうのはもう簡単です。人によってもちろん違うんだよ。違うんだけど、8月の30模試受けろ。でそのために標準合わせて、単語は必ずそこまでに全部終われな。で文法項目も全部終われ、そこまでに1回ね。長文もバン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 読んで、まあ英語だったらな、ね、他の科目もそうね。社会科とかで最後まで終わってませんみたいなことはあるかもしれないから、そこはちょっと自分の調整でいいんだけど、基本的にはこいつがもう本番で一回失敗するかもしれないけど、いいの、一回ガーンとここまで行けね。だから夏の勉強法とかじゃなくて、夏の8月の末の時の試験にが本番と想定して、本番の2ヶ月前だからさ、本番が1月だとしたら11月のイメージを持つんだよ。自分が11月の時にあと2ヶ月で本番だ、よし、どういう風に勉強しようかっていう感覚を一回シミュレーションを夏にやるんだよ。いい？浪人生も現役生も、まあ現役生ちょっと部活かぶるかもしれないけど、大体取れる時間は一緒だと思います。夏だったら。夏休みとかになるから、現役生もね。そこで、その模擬試験に向かって勉強していく。このイメージを持って、自分には何が足りないかとかをこう考えながら、問題集何やろうか。じゃあもう、ある問題集買ったらそれ終わらせろ。例えば、ネクステージ、ヴィンテージ、アップグレード持ってる人、一冊どれか完璧に終わらせてから申し受けろ。途中で終わるな。最後まで全部終わらせてから行け。もう一回行く。ネクステージ、ヴィンテージ、アップグレードだったらどれ使ってもいいから。ね、その代わり8月の30前後に申しがある。そこに向けて行け。いい？そのイメージ持つと、自分が何をしなければいけないかが逆算で分かるようになる。この日までに終わらせなきゃいけないから、じゃあこの日までには単語は絶対終わってなきゃいけなくて、この日までには熟語終わってなきゃいけなくて、この日までには文法を2周しておかなきゃいけなくて、この問題集はこうやっておかなきゃいけなくてってなるから。そこからの、じゃあ夏の SNS 問題ですね。で、SNS 問題で前置きとして、ネットに踊らされてる人がなぜこんなに多いのか私には不思議でしょうがないんだけど、昔だったらまだわかるんですよ。1998年、9年ぐらい。で、ネット、人のそのなんかこう出始めの頃、あの頃だったらまだ騙される気持ちはわかるんですよ。ネットに書いてあることを信じちゃって、例えばこの予備校ダメだよとかさ、ね、この先生ダメだよとかさ、なんかいろいろ書いてあったりするじゃないですか、ね、でそういうのを見て、おーダメなんだ、じゃあやめようかなとかね、そういう時代は確かにあったんですよ、当時。2000年2001年2002年ぐらいかな。でも今もうさ、そういう時代じゃないじゃん。みんなも分かってんじゃん。嘘が多いとか、わざとね、例えばこの人のことが嫌いだから、この人の悪口を言うとかさ、そんなのいっぱいあんじゃん。この予備校に恨みを持ってるから、この予備校の悪いこと言う。そんなのさ、飲食店だってあるじゃん。この飲食店なんか嫌なことあったから、すごい美味しい店なのに、わざと飲食店の悪口だよね。そんなのみんな知ってんじゃん、嘘だって。ね。本当のところもあるけど、嘘のところも知ってんじゃん。なのに、なんで踊らされて、マイナスの方に目いっちゃうの？自分の目で見て、自分の目で確かめて。例え日見てさ、自分の目で確かめて。あなたの目で。誰かが何か言うじゃなくて、大体ね、書籍で選んで、この本ダメだとか、あの本いいとか言ってるやつもそうなんだけど、あれも、自分の目で見ていいと思ったら絶対いいから。そして、本当にダメなやつだったら、もう、書店に並んでねえから。だろ？書店に並ぶってことは、ある程度、完成度があるから書店に並んでんだよ。そうでしょ？なくなって、絶版になってるから、本当にダメだったら。だから、どの本選んでいい悪いないから。だから、ネットに情報に踊らされないで、あなたの目で見て判断してください。あなたの目で、自分自身の目で。いいですか？で、じゃあ SNS 問題。これは利用するかしないかなんですけど、Twitter とか、インスタとか利用するかしないかですけど、私は利用していいと思ってます。この時代に、いや、なんか見ちゃうんで全部消すみたいなことは気持ち的にまあそういうふうに思う人もいるみたいなんですけど、別に利用できるとこいっぱいあると思うんで、利用したらいいと思うね。だってツイッター見てて、あ、こういう話があるんだっていうのを知れるじゃないですか。ね。インスタ見てて、あ、こういうことがあるんだって知れるじゃないですか。またはね、何かこうさ、インスタで
楽しそうに充実してる大学生を見たとするじゃないですか。そしたら自分はこれを超えてやろうっていう気持ちになるかもしれないじゃないですか。だから無理に消す必要ないと思うので、勉強ってなるために SNS を消しますって言ってる人いるんだけど、いや分かるよ。でもそれだと勉強ってなりすぎちゃってちょっとね、まあ、視野が狭すぎる状態になっちゃうと思うので、ある程度別にツイッターとか見て、あ、その代わり全部信じちゃダメよ、全部を信じちゃダメだけど、あ、こういう考え方もあるんだなとか、あ、これ考え方いいじゃん、取り入れてみようかなとか、そういう風にできると思いますんで、別に消す必要ないと思うよ。よく聞かれるんだけど、必要な情報というか、いいなって思った情報をどんどん取り入れればいいかなというふうに思いますので、まあ、あまり、神経質に考えすぎない方がよろしいかなというふうに思います。まあ、夏の過ごし方はとにかく、模擬試験までに、やりましょうっていう、そういうお話でした。では。